というわけで、前作が失敗してしまったため、お給料は出てませんし、もし次も失敗してしまったらフラワーはおしまいです。なんとしても次回作を成功させなければいけないのです。皆さん、緊急会議を開きます。地球会議室に集まってください。うるさい。うるさい。エロゲー、エッチもゲームも開発販売。この会社に勤めることになりました。え、もう一度お願い。今日からこの会社に勤めることになりました。望月智也です。よろしくお願いします。勤めるって就職倍増？うん、どっちにしても本気なの？うちにそんな不要は。イオリさん、なんとか言って。私は姫の木更、今日は原画、このくらいでいいでしょ。何よ、変な顔であまりこっち見ないでよね。私は藤原桃香、シナリオライターです。以上。高坂伊織のフラッカー、寝てたのか。私は園のネネと言います。さっきも面接で紹介したと思うけど、社長業をこなすスーパーレディーです。会社の前作もプレイしました。失敗した理由は、はっきり言って絵もシナリオも塗りも全てにおいて。それだけの口を聞くなんて、よっぽど実体験も豊富なんでしょうね。それは童貞です。お話になりません。なら皆さん実体験は。それは、そう、仕事が忙しいから別に不自由な。嘘だな。そこまで言うなら一肌脱いでもらおうかしら。文字通りね。現実だったのか。なんてこと。何もできない俺が、あの会社でできること。よし。本当にすいませんでした。これだから男性を信用できないんですよ。見てほしいものがあるんです。何これ。俺が今までプレイしたエロゲーからチョイスした理想とするエロい構図や描写の資料です。参考になるのか。喘ぎ声や基本のデータ、こういうノリがエロいのか。ねえ、エロゲー売上情報。あんた、この量を一人で。すごいですよ、ね、木月くん。皆
さんは女性だからエロに対する興味が薄いのかもしれませんが、エロを知らない人間にエロは作れないはずです。ねえ、フラワーの次回作何としても成功させたいんです。あんたって本当にエロゲーバカなのね。壊れてないですよね。ママ、はい。皆さんの PC を起動させたママの状態でクーラーをつけるとブレーカーが落ちちゃうんですよ。もっと早くに教えてほしかった。けど去年はどうしてたんですか。それ実はみんなで服をねねちゃん脱いでたよね。何にやけてんのよ、気持ち悪い。そう、こいつに何とか言ってやだ。はーい、食事しなー。はぁ、しょうがない。二人だけで恥をかかせるわけにはいかないのよね。ですね。おお、なんて夢のような。不公平だからあんたも脱げ。はい。一人一人の技術はあると思うのですが、なんというかみんなエロに対して興味のないふりをしてるというか、エロゲーメーカーなのにこれじゃいけないと分かってはいるんです。なるほど。お疲れ様でした。じゃあ私もテント行きますね。はい、お疲れ。前よりエロくなってるんですけど、例えばこのパイズリシーンですけど、挟んでいるというより。まあもうそんなイメージの話をされたってわからないわよ。まあ経験があるならわかるのかも。じゃあ出しなさいよ。はい、実際にやってみるならあんたしかいないんだし、出しなさいよ。それはするんでしょパイズリ。いいわよ、知ってあげるわよ。あくまで資料としてだもん。確認とかしたいけど、今日はもう一刻も早くシャワー浴びたいから。はい、はい、お疲れ様でした。しかし、こんな撮影を許してくれるなんて。これだから男なんて。あまり散らかすと。うっさいわね。ちょっとスランプなだけよ。あんた今日も残っていきなさいよ。はあ、なるほど、付け根はこうなってるのね。ちょっと動かさないで、デッサン乗りにくいでしょ。そんなこと言われてもこの格好は。はい、すごくリアルにかけてますよ。私の実力をもってすればおちんちん。待って、何？おちんちん？そうね、何語これ。おま言えないわよこんなの。仕事です。さあ、おむもっと大きな声で。調子に乗んな。これ私丸ごと返しておちんちんを。間近で生を見ちゃってますけど。忘れなさい今すぐ。
社長はいろいろとヤバいので。で、どう？そうすると、次はセックス。何よ、ちゃんと言いなさいよ。ここには私とあんたの二人だけなんだから。あんたってさ、すぐ顔に出るから言いたいことが分かっちゃうのよ。その AV とか資料なんて探せばいくらでも。いいわ、やって。やってって何よ、今さら。私の体を使ってあれだけ射精しまくってたじゃない。だったらいつものように嬉しそうにしなさいよ。私はどんなことをしてでもこのゲームを成功させたいんだから。そのためなら、セックスなんてお腹の中に精液が残ってるみたい。大丈夫ですか？やばい、かわいすぎる。性格はきついけど、ひたむきで、負けず嫌いで。俺、彼女のこと好きなんだ。今ならどうだろう。告白しちゃおうか。あのさ、俺しないでよね。別にあんたのことなんて何とも思ってないんだから。こんなことで彼氏気取りとか困るの。あんたと私は会社の先輩と後輩でしかないんだからね。胸は私より先にいた。